はい、どうもディゾルブです。ベース岡谷。マオキ。どうもだ。来た。今回は僕たちディゾルブ全国ツアーを終えまして、その感想とか、まあファンの皆様に裏話とかをね届けられたらと思っております。まあまずね、アルバムポートリーについて、まあ、楽曲に関してはもう5月の20日とかに締め切りましたか。そうだね、メンバーで全部出し終わったところで、今回のアルバムは今までと違うのは選曲会議があったね。やったね。そう、一般の人をね、お呼びして、どの曲が印象に残ったとか、どの曲が好みだったかとか、で曲に対しての感想とかももらいつつ、最終的に意見を踏まえての僕たちで決めるっていう感じでしたね。20曲ぐらいあった中で、結局だから11曲になったんですけども、9曲落ちちゃったんですよね。嬉しかったね。嬉しい。いい曲ばっかりだったから。で、まあそんな感じでバーって進行して、レコーディングが9月頃ですか。うん、9月頃にあったりとか、ツアーが3月ですか。はい、3月の5日ぐらいから始まりましたね。うん、ね、5日だね。3月5日、名古屋、ボトムラインカフェと。1日目。1日目。1日目なんかありました？自分はただただなんか緊張してたな。で、あれですよ、リハーサルで全曲通したから。あ、そうだ、それリハでもうめっちゃ汗かいてた。そうだね、最初だから。リハーサル、まあ、僕たちね、ライブ始まる前にちゃんとリハーサルしてるわけなんですけども、そのもう全曲ね、全てやって、もうその流れも全てやってて、もうそのまあ1日2公演してるようなもんなんですよね。そうですよね、昼夜だね。そう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 。あれってなかなか強烈だよね。強烈だね。まあ、緊張してたってのもあって、あ、まあでもちょっと緊張がほぐれたけどね。一回公演を僕らだけでやってから、みんなの前でやったことによって、いろいろ懸念材料とかも消えてきたから、まあ、でもそういう、まあ、いいスタートを切れたっちゃ切れたよね。お客さんがすごい温かかったっていうのもあります。本当それだね。ね、はい、でなんか2日目ね、うん、大阪ミスターケリーズさんでね、やらせてもらいましたね。そうですね。ケリーズさんはね、うん、まあ初めてですし、ディゾルブとしても、うんうん、ね、大阪でなんですかね、ライブするっていうのでもあんまりなんかだからね、来たことない人が多かったイメージがありますね。そうだね、うん、初めて来たって方がいっぱいいて、うん、僕らアンケートを取ってみたんですけど、そこに初めて来ましたよって言ってくれた方が一番多かったよね、ミスターケリーズは。そうだね、うん、だからなんか予想外にお客さんが入って、ね、ほんとほんとほんと、うん、ありがたいな。それがすごい嬉しかったな。なんかたくさんディゾルブの輪が広がってくれた感じが すごい良かったなって思いましたね。で、まあ次3日目、今日トラグさんもう2回目です。2回目ですね。2回目ありがたいですね、うんうん、今日トラグは割と若い子が多かったかな。多かったね、うん、大学生とか。そう、大学生とかね、来てくださったりとか、うん、ありがたいね。ポートレイに入ってる M2 のエンシェントキャピタルっていう楽曲は、去年のセカンドアルバムのスフィアのツアーの時に京都ラグに行った時に、その思いからできた楽曲なんです。そうね、うん、だって俺ツアーから帰ってきた確か次の日ぐらいにもエンシェントキャピタル実はもう提出してて、だから3月ぐらいにもできた曲なんだよね。だからその楽曲をちゃんと京都ラグで消化してみんなにお届けできたことが本当に嬉しかったなって。だってエンシェントキャピタルって楽曲はサブタイトルで、そうだ京都へ行こうって書いてある譜面に書いてあるんだよね。懐かしいね。そうだね。で、まあ実際だからね、当時とかね、訪れてみましたね。そうだね。そう、五重塔みたいなのがね、あるところに行って写真撮ったりとかね、そこで、まあ、勝手にちょっとエンシェントキャピタル流してなんかこう聞いてみたりとかしてね。したね。うん、なんかいいよね、あれね。あれは良かったね。次が、米子ですよ。来ました。3月9日、米子ラフズさん。はい、僕のね、故郷でございます。鳥取県は米子市、鳥取県は全国で一番人口が少ないと言われている。あ、そうか、うん、八王子市よりも少ない。マジか。そうなの。そうなのらしいし、そんなところでお客さん来るのかっていう、まあ、それはまあ僕地元だからね、それなりにやっぱね、来てくださいますけど、でもなんか本当に何だろう、普通にファンの方がね、うん、ちらほらおられましたし。そうだね、うん、なんか嬉しかったなっていうね。僕としてはやっぱり、あ、こうミュージシャンになったんだというね、姿をね、僕のお世話になった人や家族、親戚、まあね、いろいろ
な人に、ライブハウスの人とかね、いろんな人に見せられたことが、はい、うん、本当に嬉しかったなと。それだけでも僕は本当にもう米子に行くって決意して、行かないって言って、みんなが心よくね、メンバーがね、いいよって言ってくれたことに感謝したいですね。めっちゃいいとこだったよ、本当に良かった。めちゃめちゃいいとこだった。小ヶ谷くんがどれだけみんなに愛されてるかっていうのがすごい分かる公演だったね。本当凱旋公演って言葉がぴったりの素敵な公演だった ね、 そ、 うね、そこでやったアフターザレイニーシーズンとかね、オータムアイランドとか鳥取に思いを馳せて作ったけど、そうですよ、本当に故郷にね、うん、故郷にの思いを馳せての虚構の虚構の虚構の思いなんだ。そう、嘘なんだ。ない、なんもないじゃん。虚構の、どうしてもなんもない。で、次が、はい、3月の17日、ね、ちょっと空いたね、空きましたね、はい、ちょっと空きましたね、はい、天草というね、天草、いいですね、熊本県は天草市、はい、熊本県は天草市、僕の地元です。いえ、これもまた凱旋ライブということでね、え、まず、遠いね、遠い、めちゃめちゃ遠かったでしょ飛行機で行って、そこから車で4時間ぐらいとか、いや、そんな時間、熊本に着いてからが長い。そうなんだよね、熊本県って言っても天草市めちゃめちゃ遠くて、まあ、島ですからね。そう、うん、島なんですよ、まあ、島がいろいろ続いてて、それをなんか5つの橋でこう繋いで、うん、それをこうずっとこう車で走っていくみたいな感じですけど、うん、まあ、飛行機自体もまあ結構東京からもあるし、熊本駅、熊本空港に着いてもそこから3時間ぐらいは車に乗らなきゃいけないんで、ね、もうみんな、ね、うん、大変だったろうに。そうね、ますよ、いろんなことしたよね、ラジオに出たり、うん、あ、そうだそうだ、テレビの CM 撮ったり、うん、もういろんなことをしたよね、うん、計3日間いたのかな、1日目いて、ライブして、だから2泊3日ですね、うん、2泊3日、そうだそうだ、美味しい料理も食べて、うん、それで2日目には、天草サンタカミングホテルで、うん、何人来た、200人を超えてましたね、220人とかだったかな、230とかだったかな、ディゾルブ史上最大規模だったね、あれは、うん、まあ、私かもそのホテルで、うん、ディナーショー形式のライブが初めてだったんで、うんうん、そうだね、まあ、いろいろね、なんかね、すごい経験になりました ね、 なんかね、そうだね、ああいう、こういう空気感なんだって思って、うん、あ、高かったね、お客さん、僕らはすごいいろいろトラブルありましたけど、いっぱいトラブルあったな、うん、トラブルあったけど、なんとか乗り越えて、うん、そこでメンバーの絆も深まり、そうなんだよね、みんなで助け合ってライブを成功させた感じが、ね、一番なんかそういうね、感動的なエンディングを迎えた、確かに、大変大変なんだろうなと思って、はい、何の SE なの、まあね、そう、天草ね、いいとこだからね、まあ、一度みんなで行きたいと思ったから、うん、そう、まあね、こうやってツアーの一環でね、みんなと一緒に行けて本当によかったなって思って、いいですね、うん、よかったね、またぜひ今後ともね、行きたいですね、うんうん、そうだね、そして1ヶ月も秋、そうだね、4月の22日、はい、東京に戻ってきて、はい、目黒のブルースアレさんでやってもらってるんですね、やらせてもらいましたね、だね、いやー、やっぱりね、ブルースアレさんでね、やりたいなって、そ、まあ、前から思ってたので、いやー、なんかちょっとね、感慨深いというか、なんかジャズとかフュージョンのなんか聖地っていうイメージがある、あ、東京でのなんか、うん、うん、あそこでできたらちょっと一人前というか、なんかそういう気持ちが自分の中ではあったから、あそこでできたことはすごい感慨深くて、うん、後ろにあのブルースアレのロゴがある状態でなんかことができたの、すごく良かったよね、なんて言うと、お客さんがめっちゃ入った、そうですね、そう、だって僕たちディゾルブ発足した当初はね、うん、2人、3人ぐらいの時もありましたよ、うん、ライブハウスで、あ、僕らとか大変だったね、うん、まあ、大変だったよね、本当にやり始めの時最初はもう集客、うん、そう、集客する気がないのかってぐらいね、人呼ばないし、みんなどうにかせんといく、まあ、まだ何も始まってなかったですよね、CD、ね、も出してなかったっていうところ、そんな中ね、本当にまあこうやってメジャーデビューさせてもらって、うん、そんな影響もあり、まあ、こんだけたくさんのね、お客さんに愛していただくっていうのね、嬉しいですね、本当に嬉
し、まあ、今回だってね雑誌とかあの新聞とか、うん、いろんな本当メディアにあの取り上げていただき、うん、その影響ももちろんありつつ、うん、でなんか僕たちもそれぞれやっぱりあのディゾルブのメンバー同士であのいろんな現場だったりとかあのね別の音楽の仕事をねやったりそこからねまたファンの方が、うんね、あのディゾルブを気に入ってくださったりとかそういう機会もあり本当になんかねあの拡大した感じがしましたね。そうですね、うん、すごいでもいいライブだったしいい経験になったな、うん、本当に、うん、いい千秋楽を迎えられましたね本当に、うん、まあね本当だからまとめるとね今回のやっぱり CD と、うん、そのライブに関してもですが、うん、あのまあ今までとは比べ物にならないぐらいの、まあ、いろんな方々に、ね、助けていただいて、うん、クリエイターの方々や、うんうんね、もそうですし、まあ、キングレコードさんの、ねうん、方もそうですしだんだん関わっていただいてる方がすごく増えてだんだん増えていくっていうのはすごい嬉しい、うんね、今回のライブツアー回っててなんか思い出に残った出来事とかあります。まあライブ中とかじゃなくてもいいし、いろいろ道中とかでもいいし、結構今回のやつは美食ツアーだったね。いやもう間違いないですよ、うん、僕はねやっぱりねもうツアーの醍醐味って、うん、もう食だと思います。もう間違いなくもういろんなとこ食べてるんですが、うん、名古屋だったらヤバトンとか味噌カツ、味噌カツ、味噌煮込みうどん、味噌煮込みうどん、うん、ましたね。でまああのうな重もね差し入れていただいたりとか、ひつまぶしだな。ひつまぶしだな。ひつまぶし。ひつまぶし食べたね。大阪はたこ焼きですよ。たこ焼き。たこ焼きもあと串カツ。串カツ。串カツ食べた。もう京都はね、もう僕はもうどうしても連れて行きたい店があったんですよね。親子丼ですよ。親子丼食べたね。親子丼のあの超老舗の親子丼だね。あー、オムライス俺なんか真奥さんのオムライスを殺されたあーそうだね、なんでかわかんない罰ゲーム牛カツも俺奢ってもらってるからね。まあ、うなごといえばね、海鮮とかね、有名なんですけどここ二人がちょっとあんまりよくね、苦手みたいな。いやー、私しかったなとでもね、もうとにかく料理、なんでも美味しかったね。美味しかった。天草、パン、あーあの美味しいみたいな、あれ衝撃だったな。パン食べたな、あれ衝撃な美味しさだったな。わかんないけど、熊本にあるね、あそこしかないらしいですね。そうそう、あそこの塩パンが美味しかったね。美味しかった、美食ツアーでした。温泉も入ったね。あ、うん、温泉ね、海景温泉、海景温泉、海景温泉、ね、まあでも、やっぱり毎場所メンバー間の打ち上げがあるんですよ。多分ディゾルブって結構特殊だなって思うのは、だからまあ部屋飲みとかするんですよね。部屋飲みって言っても初めて、そうなんかね、今後の展望とかで、ね、語り合ったりとか、次のアルバムはあのどんな曲書くっていう話とかを、もうそのね、サードアルバム中にフォースアルバムの話したりとかね、それも面白かったですよね。面白かったね。
ですよ。僕たち音楽家ですから、うん、楽曲についてね触れていきたいと思うんですけど、はい。